岩見沢公園花火大会は、北海道岩見沢市で毎年8月に開催される花火大会。打ち上げ数で見れば、空地地方で最大規模だが、それでも約5,500発とさほど多くはなく、打ち上げ数が同地方2番目のキラキラフェスター別花火大会、赤びら日祭り市民花火大会とも大差はない。また、住宅街が近いため大型の花火が、 上げられないといった制約もあり、規模の小ささは否めない部分がある。しかし、その5500発の小型花火を短時間で一気に打ち上げることが最大の特徴。打ち上げ時間の長さは開催年によって異なるが、特に短い年ではわずか15分間という場合もあり、時間単位に換算すると、北海道最大の勝ちごと花火大会も上回る、約366.6発。 フのペースを見せる。これに加えて、2017年からレーザー、または音楽を用いた演出を徐々に取り入れており、花火の打ち上げのみで楽しむ昔ながらの花火大会から現代的な形の花火大会へとシフトしつつある。また、長らく観覧のみであれば、無料、アトラクション利用者のみ有料という形で開催されて、 北が2016年の食事付き有料観覧席の導入を経て2019年より完全有料化に踏み切った。料金体系は通常の大人1600円、子供1000円の入園料を開催日の17時から大人、子供一律500円に引き下げる方式をとっている。ただし駐車場については適用時刻を17時からに繰り下げた上でこれまで通り無料が継続されている。 なお打ち上げ場所は遊園地内北部の池の周辺であり、開催日は設営のためボートや池回りコースのゴーカーアートなど一部アトラクションが休止となる。開催日が好転の場合は9月上旬に延期。最寄り駅は JR 岩見沢駅。中央バス万事線でグリーンランド下車。また岩見沢ターミナル発着の臨時バスも運行される。基本的に 臨時バスの運行は終了後の片道のみだが2016年のように往復とも運行された年もある。ありがとうございます。